はい、酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回はですね、ちょっと変わった、リキュールですねを紹介します。電気ブランというね、これリキュールなんですけど、なんかウイスキーコーナーにあったんですけど、なんかリキュールっぽいです。はい、電気ブランというね、めちゃくちゃな名前なんですけど、アルコール度数が 40%、ですね。で、値段が確か950円ぐらいだったかな。これ確かアルコール度数が 30% のやつもあるんですよ。で、こちらはですね、ここに書いてあるんですが、浅草、浅草ロマン、これロマンって読むんだっけ、の味。電気ブランは明治の頃から浅草の代名詞とされてきた お酒です。ブランデーやワイン、ジン、ベルモット、キュラソーなどのカクテルで、その処方は未だもって秘伝となっています。いわば夢のカクテールと申しましょうか。明治の頃はまだ電気が珍しく、真新しいものというと電気なんとら、などと呼ばれ、電気ブランはハイカラなものとして人々の、大きな関心を集めたものです。温かみのある琥珀色、まろやかな甘さ、今も昔も変わらぬその味わい、そのままよく冷やすか、氷氷塊を入れてオンザロックでお召し上がりください。浅草ロマンの味をあなたの舌でお確かめくださいと。うん、これはね、いわゆるカクテル、よくわかんないです。何なのかよくわかんないんですけど、なんかすごい、まあいわゆるなんか下町のね、いわゆるな焼酎ハイボール的な、なんかそういう感じな気がします。酒だけど、そのすごいね、昔から味わっている人がいると。ちょっと今ね、だいぶ酒飲んでるんで、すでに飲んでる、ハートランド飲み終わったところなんですけど、それではね、ストレートでとりあえずいただきたいと思います。よいしょ、とりあえず常温で、基本的に冷やして飲むのがいいと書いてあるんですが、うわ、強烈だな、これの香りが。それじゃあいただきます。乾杯。うわ、これなんか簡単に言うと陽明酒っぽい。電気ブランでググります。当時、電気ブランは東京都台東区浅草にある神谷バーの創業者、神谷伝平が作ったアルコール飲料。当時電気が珍しかった明治時代に誕生したブランデーベースのカクテルである。あ、ブランデーベースのカクテルか。大正時代に流行した、文化住宅、文化包丁などの文化なんとか、あるいはインターネットの普及について、流行したサイバーなんとかや E なんとかなどと同様に、その頃は最新のものに関する名称として電気なんとかが、流行しており、それにブランデーのブランを合わせたのが名前の由来である。なるほど。発売当初は電気ブランデーという名で、その後ブランデーではないことから、現在の商標に改められたと。
確かにブランデーなのか、これあまりにも香りが強烈すぎてわからん。その度数は当時45度と高く、口の中で痺れる状態と電気で痺れるイメージとが一致していたため、ハイカラな飲み物として人気を博した。ただし発売元の合同修正では電気ブランという名称の由来は、電気との言葉がひどくモダンで新鮮に響いたからとし、口の中がしびれるためという説は否定している、ブランデー、ジン、ワイン、キュラソー、そして薬草が配合されていると。むちゃくちゃだな、いろいろ配合されてるますね。材料の詳細、配合の割合は今も秘密にされているだって。はあ、これもまたすごいですね。現在も、小野、オエノンホールディングス、ホールディングスの軒下の、軒下じゃない、かざしたこれ、の合同主製株式会社が醸造販売を行っており、普通に購入できる。うん。普通にこれ30度と40度が普通にね、なんだ、スーパーに売ってました。うん。はあ。これ、陽明酒にすっごく似てる。度数により電気ブラン過去30度、電気ブランオールド過去40度の2種類があると。うんうん。基本的には飲み方は、よく冷やしてストレートで飲む。ああ、なるほどね。冷凍庫に入れといた方がいいのかな。神谷バーでは注文すると口直しの氷水、グラスとともに運ばれてくる。チェイサーですね。ちなみにこれチェイサーです。ね、この中に水入ってます。さらに同店では生ビールをチェイサーにして交互に飲むことを勧めている。ほう。なるほど。人によっては黒ビールを合わせる場合もある。あ、いいね。生ビールをチェイサーにするっていうのはなかなかいいですね。個人的に。うん。これ結構甘いんで、これね、甘いです。非常に。陽明酒も甘かった記憶があるんだけど、甘いですね。だから、これちょっと、これをビールで割ってもうまいかもしれない。うん。ちょっとこれ、ストレートで飲むとちょっと甘すぎるかな。魚には冷たい魚介類料理がアウトされる。その他、作家の太宰治は作品人間失格の中で、酔いの早く発するのは電気ブランの右に出るものはないと保証し、点点点と書いている。へぇ。あといろいろ作家のなんかが結構有名みたいですね。2010年代のハイボールブームの追い風を受けて、近年では東京都内の飲食店や居酒屋などで電気ブランのハイボールをメニューに出す店が増えている。ほう。これ結構確かに甘いんでハイボール合うっぽい。合いそうな気がする。これは。うん。なんか最初ものすごくまずいなと思ってたんですよ。うわ、陽明酒だって思ってたんですけど、なんか若干、徐々になんか好きになっている自分がいる。この説明文とかを読んで。なんか、結局ほら、酒って結構雰囲気とかもあるじゃないですか。美味しい、まずいっていうの。雰囲気で結構変わってきたりするんです
神谷バーの、サイトに来てます。今サイトに来ましたが、1880年創業、日本初のバーとして東京浅草にできたと。でここに、まあ、神谷って、あの俺これ見ると神谷活心流のね、なんだ、流浪に剣心のね、神谷香るとか、神谷、あれ誰だっけ、忘れた、うん、まあいいや。でここにもいろいろね、電気ブランとはとかって書いてありますけど、まあ東京浅草行ったことないんで全然わかんないんですけどね、どこにあるかもよく分かってない。これビールに割るとうまいかもしんない。これは絶対俺の個人的に言わせると、確かにテイサーにしてもうまいと思うけど、これビールと割るとうまいんちゃうか。ビールの電気ブラン割りみたいな、逆か、電気ブランのビール割りにしたらうまいんちゃうかな。神谷バー、台東区浅草1丁目1番1号だって、すげえこれ、これ地味にすごい。台東区浅草1丁目の1番の1号ってすごいですね。全部1ですよ。ここにも電話番号とかメールとか書いてありますね。東京台東区浅草ってどこにあるんだろう、俺行ったことないからな。東京なんて大体あそこしか行ったことないぞ。てか東京スカイツリーのすぐ近くじゃねえか、今思ったら。いや、東京スカイツリー駅の近くか。東京スカイツリー駅なんてあるんだ。すごいな。全然知らん。あそこしか行ったことない。秋葉原しか。東京は、基本的に。秋葉原がどこにあるのかもよくわかってない。ですね。でも東京、ああなるほどね。うん、東京の、うん、中央区の上が台東区みたいですね。なるほど、そこら辺か。でも俺行ったことあるのどこだったかな、東京。東京ってほら、駅がさ、ずっとぐるぐる回るところがあるらしいじゃないですか。いわゆる、電車がね、ずっとこう、乗ってるだけで、延々と回るみたいな。それいいよね。地味にね。ね、俺そういうのいいわ、と思う。ほら、3DS とかのさ、すれ違いでさ、こうね、活用できんじゃん。これなかなか難しいですね。これ多分ストレートで飲むんで全然美味しくないですよ。ぶっちゃけて言うと。これストレートで飲むとあんまり美味しくない。正直。なんか、だから、何度も言うけど、すごい、焼くっぽい。焼くにさらに甘さが加わった感じ。だから、うん、ほんとなんか体に良さそうなね、陽明酒みたいな感じですね。ですね、この神谷バーでは電気ブランが260円。電気ブランかっこオールド。が360円で売られています。まあ、ワンショットですかね、これね。値段的にワンショットかな。
で、あとビール、アサヒ生ビール、過去大ジョッキが1020円って高くね？電気ブランと交互に飲むのが神谷流です。だって。え？ 1020 円って高くね？地味に。地味にっていうか、俺、居酒屋行ったことないからわかんないけど。え、大ジョッキ、朝日生ビールってことは、あれだよね。スーパードライだよね。大ジョッキで1020円って高くね？わかんないんだけど。え、だって大ジョッキって言ってもどんぐらいかは知らんけどさ、そんな、ねえ、そこまででかくないでしょ。まあせいぜい容量的に 500ml ぐらいでしょ多分。クソ高いな、1020円でちょっとバカげてる高さだと思うんだけど、気のせいですかね。え、だってギネススタウトが610円って書いてあるよ、これ。バスペールエールも610円。アサヒ、生ビールの中ジョッキが750円。で、小ジョッキが480円。小ジョッキ？わかんねえな。でもちょっと行ってみたいですね。で、あとですね、いろいろ、ビールの他にワインも売ってます。神谷ワイン。赤、白、ロゼ。各350円。神谷ボトル。あ、神谷ワインボトル。赤、白、ロゼ。720ml で各1850円。うんうん。八ぶどう酒だって。赤、白。各260円。え、何八ぶどう酒って。であと、ウイスキーとスピリッツ、各410円。日本酒、焼酎。ここも売ってます。で、カクテル、電気ブランサワー。八ぶどうパンチ。八ぶどう酒って何だろう。八のぶどう酒かな。飲んでみたい、八ぶどう酒って。何それ。ちか、売ってるんだけど。これとこの電気ブランの製造元の会社の商品ですね。八ぶどう酒赤。明治14年に発売以来一世風靡した八印高なんちゃかぶどう酒。八ぶどう酒はその伝統を引き継ぐお酒です。爽やかな甘さと深い味わいが特徴です。アルコール度数14度で、1.8 リットルで1453円。容量同じ、じゃあ、アルコール度数が 14% で同じで、容量が 550ml が557円。これ安い。これちょっと飲んでみたい。これ飲んでみたいですね。今度買ってこようかな。八ぶどう酒、白。結局ワインみたいなもんなんですかね、これね。白と赤があるんだからワインなんでしょうね。まあアルコール度数14度っていう事態でワインなのかな。あ、でもワインではないっぽいですね。別にワインはワインで別なのはありますからね。あ、有名なんだと、タンタカタンがありますね。これ、この会社。オノエングループの合同主制株式会社。シソ焼酎のタンタカタンってかなり有名ですよ。てか、ぶっちゃけシソ焼酎ってこれしかないイメージしかないですけど、俺は。タンタカタンっていう名前がね、ものすごい名前のあれなんですけど。
まあこれはなかなか酒好きだったら知ってて当然ぐらいのね銘柄だと思いますけど、まあ俺は飲んだことないです。しそ焼酎も今度飲んでみたいですね、タンタカタンね。まあいつか買うとは思うんですけど、あまりにも今ちょっと酒消費しきれてないのがあまりに多すぎてどうしようもない。次から次へとこうね、だって昨日ほら富士山麓をちょこっと飲んだでしょ紹介してちょこっと飲ん で今日また何にもあと手つけてないのにね、また電気ブラン買ってるでしょ。どんだけなんだよ。もうこのペースでいくと本当にどんどん増えていくからね、マジで大変なことになってる。うん、結構いろいろ売ってますよ。ただこれをそのまま飲むとまずい。電気ブラン、まずい。これはまずいな。確かにまずいんだけど、これ多分40度だからまずいんちゃうかなと若干思ってるんですよね。ちょっときつすぎるかなと。なんかもうちょっと優しいあれがいいかな。だってそもそも飲みにくいんですよこれ。非常にね、陽明酒みたいで飲みにくいんですけど、さらに度数が高いことによってやっぱりさらにそのなんか飲みづらさが来てるよね、拍車をかけてるよね。なのでこれ多分アルコール度数 30% のやつの方が個人的にいいんではないかな。うん、ちょっとこれはウイスキーってね、アルコール度数 40% だからさらに拍車がかかってると思うね。うん、うん、まずい。でも体には良さそう。なんか本当にこれ飲んだ人だけにわかる。あ、これ陽明酒だわみたいな本気で陽明酒くせえなこれマジで。びっくりするんだけど、もう陽明酒なんて俺何年も飲んでないけど、10年近く飲んでないけどさ、10年以上か、20年ぐらい飲んでないかもな。でもこんな味だったような気がする陽明酒って。ああね、ちなみにですね、この電気ブランの40度が720ml のやつがこれなんですけど、360ml のやつも売ってますね。値段が599円で、アルコール度数30度のやつが 1.8 リッターのやつも売ってる。で、720ml のも売ってて、で、あと 550ml のやつも売ってますね。微妙ですけど、微妙なね。なるほど。これはちょっと、でかいのを買うと痛い目に遭うぞ。と思われるんで、なるべくちっちゃいやつを買った方がいいと思います。30% のやつは、631円で売ってますね。一応希望商売価格ですけど。うん、これあんまりでかいのを買うと大変なことになるぞ。うわ、まずーってなって、うえーってなる。これ多分まずーってなるやつか、うえーってなるやつの、二手に分かれるパターンですね。いまいちっていうのはなかなかないと思う。うわ、まずーか、超うめーかのどっちかです。うん、個人的には、これはまずーけど、まずいけど、多分ビールとチェイサーにしたらうめえと思うな。ビールチェイサーにしたらすげえうめえんじゃねえか。
やっぱりそれかビールで割るか。これちょっと今度ね、ビールで割ってみたいと思いますね。うん、アサヒスーパードライで。うん、ね、この神谷バーならではのそのやり方でね、やっていきたいと思いますが、こちらは電気ブラン、うん、まあまずいけど、まあでもうんっていう感じで二つ星。多分アルコール度数 30% のやつだったら三つ星じゃないかなと俺は思うんですけど、まあこれ 40% だね、これ二つ星まずいが、ちょっと癖になるね、若干。これはちょっと癖になるまずさというか、なんかまたちょっと飲みたいまずさつうか、そんな感じがするね。ただこれ単品で飲んでるとちょっとまずいわ、本当にまずいっていうか、まずいんだけど、なんか結局青汁みたいなもんですね。あ、まずい、もう一杯みたいな、そういう系統ですね。まずいんだけど、なんかまたちょっと飲みたいなみたいな感じの、よくわからんレベルです。それではご視聴ありがとうございました。